フィリップ・リビングストンは、現在のアメリカ合衆国ニューヨーク生まれの商人、政治家である。1775年から1778年まで、大陸会議のニューヨーク代表となり、アメリカ独立宣言に署名した。リビングストンは、ニューヨークのオールバニで、著名なリビングストン家に生まれた。ニューヨークに移民してきて、リビングストン荘園と呼ばれる。 大きな報道を支配した祖父は、初代荘園領主ロバートと呼ばれた。父は、名前が、同じフィリップであり、二代目荘園領主であった。しかし、リビングストンは4男であり、子産の相続はできなかった。二代目荘園領主の妻、リビングストンの母は、オールバニ市長、ピーター・バン・ブラフの娘であった。リビングストンは、イエール大学で学び1737年に、 卒業した。その後ニューヨーク市に移り、商人としての経験を積んだ。商人として著名になり、1754年に市会議員に選ばれた。1763年まで毎年再選され続けた。1754年には、また、7植民地の会合であるオールバニ会議の大議員としても出席した。そこで他の植民地の大議員と会合し、 インディアンと交渉し、フレンチ・インディアン戦争への対処について、共通の計画を議論した。議論は、植民地の同盟計画にも発展したが、イギリス王常時子2世に拒否された。リビングストンは戦争のための軍隊を起こし、予算付けする運動の積極的推進者になり、1759年には、ニューヨーク植民地議会議員に選ばれた。 この職は1769年まで続け、1768年には議長を務めた。1765年10月、陰死法会議に出席し、アメリカ独立戦争への助局として、最初の公式なイギリス王室に対する抗議書を作った。会議の中では、求心的な集団と強い連帯で結ばれた。ニューヨーク市の通信委員会に加わり、 他の植民地の指導者との対話を続け、また、ニューヨーク市の60人委員会にも参加した。1775年に、ニューヨークがニューヨーク植民地会議を設立したとき、その議長となった。その年大陸会議の大議員の一人にも選ばれた。大陸会議では、イギリスとの分離を強く支持し、1776年には他の大議員と共に、 アメリカ独立宣言に加わった。新しいニューヨーク国憲法が採択された後で、1777年に国上院議員に選出され、一方で大陸会議大議員も続けた。1778年、ペンシルベニアのヨーク市で開かれていた第6会期に出席している時に休止し、そこのプロスペクトヒル墓地に埋葬されている。リビングストンは長老派協会員で、 フリーメイソンであり、後にコロンビア大学となるキングスカレッジの当初からの推進者であった。ありがとうございます。